水古伝水古伝108世一覧表、高孫正る郝孫正るは、中国の小説で読んだ駅書の一つである、水古伝の登場人物。天馬星の生まれ変わりで、序列は、両山泊第4位の交換。あだ名は、伊ュ流。道号は、一世道人。両山泊では、御用と共に軍師を務める。修行中の道師であり、その道術で、 たびたび両山泊軍の危機を救う。長族的な雰囲気のある人物だが、全くの成人というわけでもなく、町外の屋敷の小作人を態度が悪いと、張り倒すなど部来館らしい面も見せている。かなりの長身で体格の良い上司とされる。豪傑と評判の高かった町外に、北京の知事から最小に送られる、誕生日祝いの品々は、民の血税によってなされた不義の罪であるから、 奪ってしまおうと持ちかける。町外、五用らと共に見事に、精神砂を奪取して、両残白に身を寄せる。同術の先人、ラマサトの弟子であり、風を呼び新兵を呼び寄せるなど強力な宝術を使用し、最新救出時における妖術使い高連との戦いを皮切りに、某、三の主会半髄、両のガチョウ法など多くの妖術使いとの戦いで、 たびたび両山白の窮地を救う。特に、高尊勝る自らも自身に匹敵する技量を持つと、認めるタトラ軍の国師、京清とは、五色の竜や大砲を召喚するなど、法力の限りを尽くした激戦を演じ、ラマサトから伝授されたご来消防の非容疑を持って、京清を圧倒した。しかし、その後の王慶討伐では猛暑に苦しむ味方の兵に、両風を吹かせて、 初期を和らげたのを最後に、活躍の機会を急速に失っていく。そして老母を残していたことや、ラマサトが修行の継続を強く望んでいたこともあり、高難の放浪討伐を前に両山泊から抜けて、修行の道に戻る。喫炭船などでも一人も欠けることがなかった、両山泊108世の最初の脱落者であり、その後の両山泊崩壊の前触れとなった。戦後に、 感触を辞した、渋谷半水は、高尊マサルの下を訪れて、弟子入りを志願したため、両人は同日を学ぶことになった。高尊マサルは、水古伝物語成立の中で、比較的遅く登場した人物である。総松本初の秀密が記した、鬼神雑記に引く京清しあえの、総高十六人さんでは、名前がまだ見えない。時代が下り、 水古伝の原型となった説話集大創生は維持で6位に名前が載っている。ありがとうございます。